オーリアックにあるブロンズ像シルエステル2世はフランス人初のローマ教皇。本名オーリアックのジェルベール、ラテン語名ゲルベルトゥス。千年期をまたいだ教皇であり、数学者、天文学者として10世紀の西欧世界において結出した人物である。ジェルベールは945年から950年の頃にオーベルニュ地方で庶民の子として生まれる。 幼少期に、ベネディクト会計であるオーリアックの聖ジェロー、修道院に入る。967年に、同修道院を訪れたバルセロナ博ボレル二世と、共に、スペインへ赴き、ビッグやリポイで自由なかのうち四かを学んだ。969年、ジェルベールは、ボレル博らのローマ行きに同行し、そこで神聖ローマ皇帝夫一世と、教皇ヨハネス十三世に面会する。 カロリングジョールネサンスの再現を望む夫を一世から息子の教育係を職望されるが当時学問が盛んであったフランスのランスへと向かう。972年末か973年初頭にランスに到着したゼルベールは教会学校で論理学や修字学を学んだ後教師として活躍する。生徒には後のフランス王ロベール二世やシャルトルのフルベールなどが いる。981年には皇帝夫2世の主催で開かれたラベンナでの討論会に出席した。論的を下したゼルベールは皇帝に認められ、983年に地の集積地の一つであったボッピオの修道院長に任命される。しかし職務に暴殺され、学問に専念できないことに失望した。また、 全修道院長並びその一派との間に確執が生まれ、パビア市教ピエトロが仲裁を申し出たが、それを拒絶している。夫を2世が983年12月7日に、没した後は、ランスに戻って、教育活動を再開させた。夫を2世の後継争いは、3歳で王位を継承した、夫を3世とその母で後見人のテオファヌとバイエルン公。 ハインリヒの間で行われ、ハインリヒ側に、西フランク王、ロテールがついた。ランス大司教アダルベロンは、夫を三世の側に立ち、ユーグカペイやテオファネラと連絡を取りつつ、夫を三世とロテールとの和解を取り持った。ジェルベールは、アダルベロンの活動を補佐したとされる。その後、ロテールの死去とロテールの古類五世の事故死により、カロリング家が断絶すると、 アダルベロンの取りなしでユーグカペーがフランス王に推挙された。989年にアダルベロンが死去すると、アダルベロンはゼルベールを後継者に指名していたが、カロリングや残存勢力怪獣のためユーグカペーは、ロテールの諸子、アルヌルフを大司教に任命し、ゼルベールは教師を続けることとなる。しかしアルヌルフはユー具カペーを裏切り、叔父のロレーヌ公シャルルと結託して、 ラントランスを占領した。991年にユーグカペーに敗れたアルヌルフとロレーヌコ・シャルルはオルレアンに遊兵され、サンバール教会会議でアルヌルフを、非免公認として、ジェルベールがランス大司教に選ばれる。フランス地方教会主義の独創に、教皇ヨハネス15世は、ジェルベールを破門することで対抗した。この破門については、 フランス王大使ロベールが開催したシェル協会会議で無効とされた。ヨハネス15世によるムーゾン協会会議にジェルベールは単独出席して正当性を主張するも決着はつかなかった。教皇に直接主張しようと考えたものの、ヨハネス15世がローマ有力貴族クレッシェンティウス2世によって追放されてしまい、ジェルベールは皇帝夫3世の巨城幕デブルクに赴き、 皇帝のローマ新軍に随行した。この時から、ジェルベールは、夫を三世の家庭教師を務めることとなる。ローマ入場前に、ヨハネス十五世は、熱病で死亡した。皇帝は、祖父夫を一世の創ソ尊ソブルーノを、グレゴリウス五世として教皇に就任させ、ローマ入場後、グレゴリウス五世から定冠を授けられた。大冠式から数日後に開催された、教会会議において、 アルヌルフのランス大司教材への復帰が議決され、またジェルベールは大司教材の三奪者として非難された。ユーグカペ死去の後、フランス王となったロベール2世は、ブロア・ハクティボ2世の未亡人ベルトと結婚したが、ロベールとベルトはまた重視弟だったため、グレゴリウス5世は結婚を認めず破門した。対して、ロベール2世は997年にアルヌルフを、 ランス大司教に福井させ、アルヌルフから結婚の認可を得ることとした。その翌998年にジェルベールは、夫3世からラベンナ大司教の座を与えられ、また、皇帝の文書局長として、皇帝の助言者となる。ラベンナ大司教として、シモニアの禁止など、教会改革を進め、また、ロベール2世を非難する直所に教皇名の次に、署名した。 翌999年に、グレゴリウス5世が死去すると、夫を3世から公認にジルベールが推挙され、999年4月2日に、シルエステル2世として教皇に就任する。シルエステルの名は、初のキリスト社皇帝コンスタンティヌス1世に洗礼を、施した、シルエステル1世になぞらえてのものである。教皇、シルエステルは、 夫を三世の助言者として神聖ローマ帝国の政策に関わりつつ、教会の腐敗を取り除くための教会改革を続けた。また、ハンガリー・オーイ・シュトバーニ一世への王冠の授与など、東欧世界への布教にも努めた。ロベール二世の婚姻の無効を宣告する一方、アルグルフのランス大司教への復帰を認可している。1001年1月に、ローマ貴族らによる暴動が発生した。 シルエステルとオットー3世は、ローマから追放され、ラベンナに撤退して、復権を目指すも、オットー3世は1002年1月23日に没死した。その後、ローマ貴族と和解したシルエステルは、ローマに戻って、教会の職務を継続し、1003年5月12日に死去する。シルエステルの亡骸は、ラテラノの聖ヨハネス教会に埋葬された。 古典作品の写本の収集シルウエステル2世は、生涯にわたって、古代ローマ時代の著作の写本を積極的に各地から収集していた。出身地の修道院に写本を求め、プリニュースやスエトニュースの写本を、ランスの司教座附属学校の図書館の蔵書に加えもし、時には写本の大家として、自作の天球儀や金銭王も提供した。この古典著作への熱愛は、 恐怖の著作絵よりも深く、教皇の施設から、プラトンやウェルギリウスなどの哲学者を師として、仰ぐべきでないと指摘されるほどであった。その他、ポルフィュリオスのイサゴンゲ、アリストテレスの反中論、明大論、スエトニウスやホラティウスやデモステネス名義の著作、そして、共和政論をはじめいくつかのキケロの著作の写本を手に、して、授業に用いている。 ボエティウスへの系統シルエステル2世はボエティウスを数形し理性により感情と外界の障害を克服しようとするボエティウスの思想を実践している。ボエティウスの著作や翻訳、注釈本を用いて自由な中の主に三学を教えておりアリストテレスの著作やキケロ翻訳のトピカもボエティウスの注釈が入ったものであった。シルエステル二世が算術に重きを置いたのも 三述を四課の第一のものとするボエティウスの考えが反映されている。ただし、シルエステル二世が収集した、ボエティウスの著作すべてが新作というわけではなかった。アラビア学問との開口12世紀ルネサンスに、先んじて10世紀にアラビア学問に直接的ないし間接的に触れた、西王人はごく少数であった。シルエステル二世は、自由な中のうちの四課、 こと三日や天文にたけ、それらはアラビア世界に伝わっていた古代イギリシアローマの知識やアラビア世界で発展された知識に基づいていた。シルウエステル2世は西欧世界で忘れられていたソロバンの一種、アバクスを西欧世界に再導入した。アバクスは復活祭の日付計算や財務計算に用いられ、この時期から12世紀ルネサンスにかけて、 ロレーヌ地方やシャルトルで多用された。シルエステル2世にとって、アバクスは、夫を3世への所管に比喩として、用いるほど身近なもので、デシリケールは、シルエステル2世が作成した、アバクスの形状を衝述している。ただしこの時代にはまだゼロの概念は見出されていない。天文では、立体的な天文図、天体運行を図るアストロラーベ、人形などの道具を用いて、 実学的に教授している。デシリケールの四冠詩ではその形状が事細かに記述されており、現物を前にしていたと考えられる。シルウエステル2世が学び教えたアラビア経由、アラビア執事の学問は、イベリア半島からもたらされた。アブド・アラフマーン3世とハカム2世の知性の、イベリア半島は後ウマイア朝の流星によって、レコンキスタが停滞し、 キリスト教圏とアラビア教犬は相対的平和関係を築いていた。アラビア語文献は、あとうまい朝で暮らす、経典の民であるキリスト教徒やユダヤ人により、ラテン語に翻訳され、キリスト教圏に輸出され、シルウエステル2世が学んだバルセロナ近郊の修道院にも多く所蔵されていた。シルウエステル2世はこれらの翻訳物から学び、アラビア数字を 西欧世界で用いた初期の人物ともされている。ただし、シルエステル2世自身がアラビア教権に直接おもむいたというのは否定されている。教える者として教育者としてもシルエステル2世は傑出していた。教育方法は理論のみならず実践を重視し、三実内式科学ではアバクスを、天文では天球儀を用いた。音楽では一言語等を利用して、 音階と和音の数学的観察を行った。修士学では、議論を戦わせ、また図式を用いて解説していた。こうして、カロリングルネサンスと12世紀ルネサンスの架け橋としての役割を担った。シルエステル2世の名声をしたい、地教区の枠を超えて、ヨーロッパ各地からランスの学校に集った留学生たちに教えることにより、知識を後世に伝えることとなった。 その名声は、弟子のリケールによれば、遠く、ティレニア海やアドリア海まで広まったとされる。また少なくとも、シルエステル2世の弟子の13人が、教を、広塚砂教となり、そして5人以上が主要な修道院の修道院長となっている。教皇として、シルエステル2世は、シモニアの禁止や、聖職者の独身性、禁止者の登用の禁止などを推し進めた。 またスラブバルト方面への布教を推進し、ハンガリーの市長イシュトバーニ一世をカトリックに改修させて、ハンガリー王冠を授け、ハンガリー国内のエステルゴムとカロチャーに大使教座を設置し、ポーランドを管区とするグニエズの大使教座を設置し、東欧のカトリック教会を組織させ、遠くはキエフの聖職者と連絡を取った。ロベール二世のいとことの近親婚に反対し、 婚姻の無効を宣告している。教書でコーペリー・サングワンドメニを発布している。シルエステル二世と悪魔シルエステル二世は、後世から紀元千年の魔術師教皇と呼ばれることとなる。同時代人からも結出した人物とみなされていた、ようで彼の死後十五年にして、異教徒の地の首とコルドバまで赴いて、天文学を学んだという逸話が生まれている。しかし当時、 キリスト教圏から後ウマイヤ朝に赴く人間のほとんどは信任状を与えられた国の施設であったことから否定的に見られている。また、シルエステルニセリがアラビア語の音訳を一切用いておらず、ラテン語に翻訳された写本を求めていることからアラビア語を習得していなかったと考えられ、そのことからもコルドバまで赴いて天文学を学んだことは否定される。 11世紀、対立教皇クレメンス3世側の数奇教が、教皇グレゴリウス7世の正当性を非難する中で、グレゴリウス7世の教師の教師であった、シルエステル2世について、悪魔に、自分の指揮を尋ね、悪魔は、エルサレムでミサを取り行うよりも前だと答えた。シルエステルは、当分、先がと安泰したが、ローマのエルサレム聖十字教会を訪れたときに、 そこで死んだと彼を呪術に長けたものだとした。12世紀、マームズベリーのウィリアムによって伝説はより具体的になった。それは、アラブ人の教師は、ジェルベールに魔法を教えたが、人が知り得るすべての事柄を記した書物を手渡す、ことだけは拒んでいた。ジェルベールは、死の娘をたぶらかし、酒酒で酔わせ、その書物を奪った。アラブ人はすぐに追ったが、 ジェルベールは悪魔と契約して海を飛び越えて追っ手をまいたとか、ローマ近郊の銅像の暗号を解き、地底に隠されていた黄門の宮殿と財宝の山を発見したとか、質問にすべてはいかいいえで答える、聖道性の頭を作り、自分が教皇になれるか尋ねるとその聖道性の頭がはいと答えたとかいった内容であった。シルエステル二世を 悪魔の徒とする伝説については、16世紀末に、ローマを訪れた、モンテーニュも憤慨している。この他に、出生時に、鶏が三度鳴き、ローマにまで鳴き声が届いた、古代ローマの貴族カエシウスの子孫といった、伝説的逸話が残っている。なお、シルエステル2世が望遠鏡、機械時計、水圧式オルガンなどを所持ないし制作したという、話に関しては、 伝説ではなく事実であるとする意見もある。シルウエステル2世の著作はパトロロギア・ラティーナ第139巻の中に印刷されている。ありがとうございます。